カッコラフロントは愛知県豊橋市の豊橋駅前台通にある複合商業施設。豊橋駅前の西部百貨店跡地を地元企業のサーラコーポレーションが買収。2008年8月2日に竣工施設は地下2階、地上16階建てのサーラタワーと地上6階建てのガーデンサイトの2つの施設からなる。名称はここらの意味。 サーラタワー最上部に入居しているホテルアークリッシュ豊橋のアークリッシュは豊かな橋の意味を表す商業施設となっており飲食店等のテナントが入居オフィステナントでそのうち6から9階にはサーラグループの本社機能が入っているその他東海東京証券の豊橋支店等のオフィスが入居しているホテルアークリッシュ豊橋詳細は ホテルアークリッシュとヨハシを参照。商業施設及び駐車場。商業施設は、焼酎ダイニングや串焼きダイニングなどが入居。ガーデン、マイナスホテルメインレストラン、音楽堂が入居。バンケットホール。3階部分に2009年11月に開業した商業施設、ココラーベニューとの連絡橋があり、ペデストリアンデッキにて、 豊橋鉄道は積み線新豊橋駅や豊橋駅、南口まで直結している。また、サーラタワー地下部分は駐車場及び機械室となっている。天然ガスを燃料としたガスエンジン、高ジェネレーション、ボイラー等の最新設備を備えており、現在、サーラグループと豊橋技術科学大学が共同で、省エネルギー等の研究を行っている。ありがとうございます。